じゃあ、はい、Fスト古着チャンネル K 編集長です。みさです。では今日はみさちゃんのコレクションからお気に入りのバッグを持ってきてもらいました。はい、これはどちらで買われましたか？これはセカストですね。いつぐらいに買いましたか？これも先週、あ、1週間前ぐらいに買いました。さっき紹介したシャツと、そうですね、同じ日に買いました。これすんごいいい作りなんですけど、これはところでおいくら万円でしょうか？これ900円は買ったのかな。900円多分。すごっ。いや、これすごいですよ。この皮もめちゃめちゃ分厚いし、これ横から見てもここの皮めちゃめちゃ分厚いし、しかもしっかりと家革使われてるし。すごい、編集長が一番興奮してる。そう、しかもね、中ここスウェードなってるんですよね。すごっ、900円これ。私と興奮の観点が違う。ちなみにね、これラルフローレンのバッグなんですけど、ラルフローレンのバッグが900円っていうのも考えられないんですけど、しかもあれだね、ちょっとこことか切れてるけど別に問題ないし、ところどころまあダメージはある感じですけどね。こんなんね、この辺も、まあ、全然直してもらえばすぐ直るし、一生使えますよ、こんなん。そうですよね、この革の分厚さ。この材料だけで900円なんてよ。やばい。すごい、キャンバスでね、でレザーで、すごいな、これ。これは掘り出し物ですね。そうですね、もうこれは一目惚れでした、ほんまに。ここの軽くとかも、めっちゃ丈夫な感じで、ね、こう空洞感がないでしょ。だいぶちょっと重みありますね。普通だったら多分ここら辺とかすごい弱くなってると思うんですけど、こんだけ電気が入ってると、だけど全然やわい感じでもないし、ねえ、この辺の金具とかもいいの使ってるし、この辺までしっかりと真鍮製がなんかそんな感じですよね。すごい、これ900円。900円です。まあプラス税なんで990円です、ね、もう 10% になってましたか。もう 10% だったんで。ね、このポロの、そうです ね、私もこれがすごいなんかかっこいいなと思って、これもすごい重みあるもんね。バッグと一緒ぐらい重いもんね。そうですね、だいぶ重たいです。すごい、まあ、作りがやっぱしっかりしてるんでだいぶ重量はありますけど、これ900円ですか。すごい、これすごいしか言ってないですけどね。これ900円すごい。ちなみに中はこんな感じで、結構まあ財布も入るし、全然ちょこちょこしたもんは入るかなと思いますけどね。まあちょっとお出かけには全てのものがね、ちゃんと入るからいい感じですね。ちゃんとしてるんで、多分後ろもちゃんとポケットもこれあるんで、ポケットも結構多いですね。結構多いですね。まあここにもあってちゃんと入るし、まあ、そんなに分厚いもんは入らないですけど、こっちもね、ここ何気にここもあるしね。あ、ほんまですね。あ、今それ私今気づきました。ほんまや、隠しポケットに、ほんまですね、ほんまや、すごい。で、ラルフのね、ロゴのレザーも入ってて、ちゃんと入ってるんで、すごい。これ900円ですか？そうです。900円とは思えない。私これ買った時はラルフローレンって知らなかったんで。あ、そうなんや。普通にパッて見て買っただけで、あ、これいいやと思って買ってみて、家帰って中見てて、このタグに気づいて、あ、ラルフローレンやったんやと思いました。そうなんや、すごい。タグを見てたつもりやったけど何人か全然気づいてなかった。いや、こんなんでもあの年季入ってるけど全然味が出てなんぼですからね。そうですね、こういうね、また季節問わず全然使えると思うんで、まあ、夏はちょっとあれかもしれないですけど、春秋冬使えるかなと思うんで、この辺のレザーもこれからまた色も変わってくるから、ね、そうですね、徐々に変わっていくかなっていう、ね、使い込んでいくとね、はい、まだまだそういう意味ではまだまだ人気浅いですよね。まだ味出てきてないから、これから、徐々にまた、ね、自分の味が、ね、出せていけるかなっていう、もうちょっとこういうとこもクローズできてるんですよね。これはすごいな、900円。
すごいな、これ。これは僕は見ても買ってますね。900円やったら買ってますね、これは。すごい掘り出し物。もうそんなデザインが趣味とか関係ないな。うそうですね。俺は900円で思わず買ってしまう。だって、もう重みが、やっぱちゃんとレザー使ってるし、この辺の細工とかもしっかりしてるから。やっぱね、ベラベラのやつだと軽いけど。そうですね。まあ、ここら辺もちょっとまあ下手ってはいるんですけど、でももともとのレザーがね、だいぶ分厚いんで、そんなにこう劣化してるようには感じひん感じなんで、安かったら多分ここめっちゃもっとボロボロになると思うんですよね。皮が剥がれてきたりしそうやけど、わざわざこっち補強してあるし、ね、そうですね。だいぶ作りはちゃんとしてるんで、これはびっくりしちゃったな。マスオさん並みの、やっぱ掘り出し物ってまだまだね。そうですね。セカンドストリートとかああいうとこ行ってもあるんですね。あるのはありますね。もうでもほんまにたまに行って見つけたらほんまに奇跡やって。ですね、そういうのはこれだってあの、多分ネットで伝わりにくいからネットでとか売りにくいと思うんですよね。ああ、ね、そっかそっか、うん、あんま伝わりにくいんちゃうかな、ね、そのレザーの良さとか。はい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 、はい、あ多分あんまり写真とかでは、ああ分からへんですもんね、持った重さとか、ああはい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 、触り心地のレザーの感じはね、そうそう、見て触らな分からんですね。そうそう、絶対いいやんっていうのは分かっちゃうから、うベタベタ触ってますけど俺編集長の指紋の方が多くついてそういっぱいつけどすごいなこれ。でも最近ほらなんかね、まあ働き方改革とかもあって副業みたいなのがブームになってて、でそういうので、まあ、インターネットでなんとかっていう人がすごく増えてて、あ、はいはいはい、その中の一つで古着の転売みたいなのが結構流行ってるみたいで、そういう方がこんなの見たら900円ってなるって思いますかね。私もなんか一時そのフリマサイトでやろうかなと思ったんですけど、あ、そうなんや。やけど自分がやっぱ着たいっていうものの方が多くて、さすがにまだ出さんとこうっていう感じで結局全然出してないですけど。ああ、そうだよね。僕も一応メルカリとか、あ、はい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 、あの楽天の楽マかのペイペイモールとか一応入れてるけど、買う線もそうなんですよね。結局買う方に行っちゃってる。買ってばっかり出そうかなって思ってたんやけど買ってばっかりです。そうそうそう、僕もね買ってばっかりですよ。これでもあれやね、長さがもう調節用の、ね、そうですね、もうこれが一番最大ですね。ほんまのほんでベルトですね。そうですね、もう素材工なし、まあ逆に言うと穴開けられるから、あー確かにそうですね、伸ばそうと思えば伸ばせますね、この辺までは、ね、うん、これはすごいですね。ちょっと後で多分持ってもらうけど、今もちょっとサイズ感で持ってみてください。見ましょうか。じゃあジーパンとも合いますね、デニムともよく合う、あ、感じですかね。あ、いいじゃないですか、今日の格好にぴったり。ちょうどいい感じの色合いで、すごい900円とは思えない、まあ、レトロ感もあるしね、え、900円には思えないですね、これは。すごすごいな、これ私持ってきてもらってよかったな、テンションが上がっちゃいました。僕のね、編集長の一番今日テンションが上がったものですね、うん、すごいなこれは。よかったいいもの持ってきてもらいました。よかったです。900円のバッグでした。じゃあこの後試着と一緒にこれ持ってもらいましょう。はい、は